This is Munakata. Thank you for watching this video. Today, I'm going to show you how you can improve your English speaking skills in such a short period of time. I hope you can enjoy this video. Don't miss it. こんにちは、Munakata です。今日は英語を話せるようになりたいと思っているあなたにぜひ見ていただきたいものがあります。それは誰でも英語が確実に話せるようになる方法です。まさかそんなものはあるわけがないなんて思っているあなた、あなたはまさか今までにこんなことをしてきていませんか？例えば CD を聞き流すだけ、 DVD を見るだけの有効の学習法、英単語や英文法など、とにかく理論重視で机の上での学習、受験英語や TOEIC など、とにかく知識を詰め込んで点数を上げるためだけの学習。それであなたが本当に求めていた英語力、本当に心から望んでいる、もし英語が喋れるようになったらという世界は手に入りましたか？きっと答えはノーですよね。今までたくさん努力をしてきたのに、きっと現実は何一つ変わっていない。あんなに頑張ったのに、できることは全てやったはずなのに。確かにその通りです。今ある結果は決してあなたが悪いわけではありません。理論、文法、聞き流し、確かにどれも間違ってはいません。ただ一つ、一番大切なものが抜けていただけなんです。あなたは英語を喋れるようになりたいんですよね。そのために一番必要なものは一体何だと思いますか？一度原点に返ってシンプルに考えてみてください。もう分かりますよね。そう、英語を喋れるようになりたければ、あなた自身が英語を喋ることが不可欠なんです。あなた自身のことを思い返してみてください。私たち日本人は日本語を話すことができますよね。その日本語は一体どうやって学んだのでしょうか？聞き流すだけで覚えた、机の上の勉強だけで覚えた、テストの点数を上げるためだけの勉強で覚えた。いいえ、喋ることによって、あなたが口から言葉を発することによって日本語は喋れるようになったはずです。英語もそれと同じなんです。ただし、ただ単に英語を話せばいいというわけではありません。そこにはある法則があり、それを学んで実践することで驚くほどスムーズに英語は喋れるようになるんです。それだけではありません。英語を話すことにフォーカスした学習を取ることによって、最も早くあなたは英語を身につけることができるんです。理論重視、知識重視の英語学習では早くても1年、2年はかかるでしょう。しかし英語を話すことにフォーカスした私の学習法なら、そんなに時間はかかりません。長くても3ヶ月、短い人なら1ヶ月で英語をマスターしてしまうかもしれません。ただ何言ってんだよと思っている人もいるかもしれません。そこで今から、今私がお話しした英語を話すことにフォーカスした学習法を使って面白い実験をしてみたいと思います。数年前から英語を話せるようになりたいと言いながら、未だに結果を出せていない私の知人の横澤君に協力してもらいます。それでは横澤君どうぞ。こんにちは。こんにちは。横澤君はどうして英語を話せるようになりたいと思ったのかな？半年前に新婚旅行に行ったんですけど。あ、新婚旅行、はい、はい。ちょっとそこで英語ができなくて、すごい恥ずかしい思いした。恥ずかしい思いしちゃったの、ね、はい、どんな恥ずかしい思いしちゃったの？本当に分からなくて、英語が、うん、もう買い物してたんですけど、はい、レジのお姉さんにすごい何か言ってくるんですよ。だけど全く分かんなくて、すごい後ろ並んでるんですけど、あったくたしちゃって、どうしようどうしようと思ってたら、恥ずかしい、よくある、そしたら後ろから嫁が来て、あんた何やってんの、
あお金出してって言ってんだよってこうお金を出して、うん、こう嫁が去っていくみたいな。お嫁さんに新婚旅行で助けられちゃったっ、助けられるっていうちょっと男としては情けない感じ。それはわかるな、恥ずかしい思い嫌だもんね。その他になんかあの学生の時とか成績とかどうだったの？そうですね、成績は本当にずっと悪くて、うん、中高と もうコンプレックスになるぐらい。コンプレックスになるぐらい、はい、10段階でいうとどのぐらい評価で悪かったの？10段階、だいたいいつも2か3っていうぐらい。あもう下の方です。結構授業とかも気上げになっちゃう系の。そうですね。そうなんだね、はい、じゃあ、英語がもし横澤君が喋れるようになったとしたら、はい、今の状態がどう変わると思う？いやもう本当に変わると思いますね、うん、まあ、ほんまにコンプレックスがなくなれば、うん、多分自信がついてくると思うんですよね、うん、自信がつくし、海外旅行とかはもちろん楽しくなると思います、うん、そうですね、あとはやっぱり仕事柄どうしてもその海外の情報とかが仕入れられれば、うん、またそれはそれで大きなチャンスになると思うんですよ、ね、うん、はい、世界が広がると思うんですね。でもさ、はい、何年も学習してきたんだけど、はい、本当に今回英語喋れるようになりたいの？いや本当になれるんだって本当になりたいですね。はい、じゃあね、一つだけ約束してほしいことがあるな。今から私が英語を話すことに効果したノウハウを使って本気で教えるから、だから私が言ったこととか出した課題は必ず行うことができる。でも本当に喋るようになるからできます。よかった、分かった、じゃあ本気で教えるね、はい、だから横澤君は英語を話せるように絶対になるから一緒に頑張っていこう、はいはい。じゃあまずはじめに、はい、今まで横澤君は英語を勉強してきたと思うんだけど、どのぐらいの実力がついてきたのか、ついてきたのかを見たいから、はい、まずここに行ってきてほしいんだよ。何ですか？これはね、ハワイのチケットが入ってる。今まで理論の上での学習をしてきたと思うんだけど、それが実際に横澤君が外国人とどのぐらいコミュニケーションが取れるのかっていうのを見たいんだよね、はい。だから今からハワイに行ってきて実際に現地の人と喋ってきてほしい。今からですか？で、それだけじゃ何にもならないから、はい、ハワイでやってきてほしいリストっていうのを作った、はい、で、ここには、はい、私たちが海外旅行に行った時に必要な現地の人とのやり取りとか、はい、あとはみんながよくやるようなことが書いてあるから、はい、ハワイに着いたら封筒の中を開けてその中に書いてあることをやってきてほしい。これ全部ですか？そう、英語で。いいかい？さっき約束したよね、英語が本気で話せるようになりたいって、はい、だから英語を話せるようになるために英語を話すっていうことに効果したノウハウを使ってね、それを本気で教えるんだ、はい、それを行うと絶対喋れるようになるから、はい、今まで喋れるようになってないよね。なってないですね、うん、そして変えたいよね。それ変えたいですね。今が英語を喋りたいなって思ってたものが実現できるチャンスなんだよ、はい、英語を喋れるようになったら横澤君どう変わると思う？いやーもう世界が変わるような感じがします。そうだよね、はい、英語を喋れるようになったら人生が変わるんだよ、はい、海外旅行が今まで全然喋れなかったと思ってたのが10倍楽しくなるし、はい、さっき言ってたみたいに人脈とかあとは人との出会いとかが英語を学ぶことによってどん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 巡り合うことができるチャンスが増えるんだ、はい、そして言葉の壁とかが取っ払われることによって国とかも超えて世界とつながることもできるんだよ、はい、だからすごく楽しいことがこれからいっぱい待ってるんだ。そうですね。で、今もしやらなかったらね、今までとずっと一緒だよ。これから先新しい英語学習法っていうのが出てきたらそれにまた飛びついちゃってお金をつぎ込み続けるかもしれないし、失敗し続けて自信がなくなっちゃってね、そして時間がどん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 経過していっちゃうかもしれない。それでもいい？嫌です。絶対嫌だよね、うん、だから一緒に頑張っていこうよ。わかりました、うん、必ず英語を喋れるようになるから、はい、だから今回横澤君の自分自身の実力を見るためにハワイに行ってきて、そしてこれを報告してよ。わかりました。報告楽しみに待ってるね。じゃあ今から行ってきます。行ってきてよ。はい、
来たね。来ましたね。成田。本当に行くんですかね、僕は。これ、どうですか、この空港の感じ。完全にもうすでにアウェイですよね。どうしましょう。行きますか。嫌です。約束しましたね。そうですね。行きますか。行きましょう。ワイキキ着きました。天気いいですね。ホテルどこですか、探してるんですけど、あのホテル探してるんですけど、ペーパーマップ、ダレイパーキングで日本語、の日本語、の日本語、で、レストラン、excuse me、okay、sorry。I don't know. I don't know. Where is the most famous restaurant? 歩くの早いんですよね。ちょっと待ってもらっていいですか？